よいしょ。ママ遠く行っちゃダメよ。気をつけて。はいはい。
ですよね。夜中にあんな大きな音を立てたら。息子さんから暴力があるとか。お前私の妻も誠を大切に育て、勉強だって高く言ったことはなかった。だからなぜこんなに責められるのか全く分からないです。うちに帰りたくありませんか。仕事してる間は惨めな息子の姿を見なくていい。まあ妻にはすまないが、それが今唯一の救いなんです。頭の中が真っ白になって。